しぶりですね。はい、おはようございます。おはようございます。出たいのか副代表ってなんだ。この前あの休日さんと話したんですよ、はい、副代表ってなんだみたいな、2人でなんだって一緒に作ったもののなんかなんつうの、まだこう互いに役割分担どうするみたいに決まってないから二人で果てってなはい、700人おめでとうございます。おめでとうございます。300人増えるのに1年ぐらいかかったんだっけ。はい、いや、どんくらいなんでしょう。でも結構かかってます。多分去年の6月とか7月に300人でしたっけ。300目指そうとかなんかやってなかった、違ったかな、ちょっと後で調べてみます、はい、なんとかご協力をいただきながら700まで来ました。はい、はい、今日は福祉新聞久しぶりに、はい、7月の18日からいきますか。はい、介護保険の、はい、負担、自己負担分2割っていうのが、議論されてますよっていうのが出てました。結構なんだろう、1割から3割の間で今こう推移してるんですけど、うん、まあ、この2割のところをね、推計してモデルを出しましたよっていうのが書いてあって、うん、今ね、原則1割負担の人が全利用者の 91% だって、はい、91.8% だ、うん、もうだ、約 92% が1割負担で、2割負担だと単身世帯で年収280万円以上、うん、単身で280万、まあ1ヶ月20万ちょっと高齢者でね、うん、すごいよね、はい、っていう人か、夫婦で346万円以上が対象で、それが 4.6% 該当なので、うん、あんまいないんだよね。所得で見ると利用者の上位 20% になるって。だからまあ割とやっぱその高齢者の中でも金持ち層みたいな、うんうん、感じになるのかなというふうに思います。で、モデルだとね、この今回その2割負担みたいなことを、まあ、標準にしようとするとね、単身世帯で年収280万、さっきの場合だと、支出が税社会保険料が49万円、食費が40万円、うん、社会保険と食費が49万ずつ、で、光熱水系が21万円で、合計258万円だから、まあ280万円もらってたらまだ22万円はありますよねみたいな推計なんだって。で、まあそれがそれぞれあるんだけど、なんかそうは言ったって個々の支出状況なんて人それぞれだしね。あとまあ最近だと物価高騰とかね、言われてる中で、まあそれだけ平均値で弾くのはどうよっていう、まあ議論がされたということでした。まあただそうなっていくんだろうね。じゃないとこの制度の維持が難しいとか、まあそういうことだと思います。というわけで皆さん、ちょっとその辺の議論ね、今後も、まあ、何、どうせ私まだ若いから関係ないでしょって思ってんでしょ。いや、思ってないですよ。俺は介護保険料取られてんだはい、ちょっとね注意深く見ていきたいと思います、はい、というわけで今日は一旦おしまいです。さよなら。